映ります。映れば。てかもうね、多分ね、映ってます。え？大丈夫ですよ。もう、あの、ゆっくりと、これ、皆さん見えてますでしょうか？こんばんは。見えてます？動いてないね。あ、来ましたね。来ましたか？今ちょっと先にあの、CM をね、ご覧いただいて、はい。ああ、来ました。来ました。どうも皆さんこんばんは。モータースポーツキャストへようこそということでございまして、久々という感じでございますけども、今回はちょっとですね、いつもと趣向を変えましてですね、あつささんの写真展にお邪魔をしてございます。ありがとうございます。F1 カメラマンの朝守さんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてモータースポーツキャストを出ていただきますけれども、はい、これ M16 ギャラリーというね、うんうん、門前仲町にあるところで、来週までこの写真展やっておりますけれども、はいはい、これ朝さん、まあ後でまたね見せていただきたいなというふうに思ってるんですけども、うん、どういう写真展というふうに言ったらいいですか。どうでしょうね。とりあえず僕3年前に品川のキャノンギャラリー S っていうところで、はいはい、まあ広い会場を使って写真展をやらせてもらったんですけど、うん、はいはい、その写真と、あとは2020年、21年、22年の写真をプラスして、うん、再構成をして、見ていただこうと、はい、いただきたいなということで、はい、M16 ギャラリーさんに協力をいただいて、はい、なるほど、はい、実現しました。昨年のクリスマスイブからやでしたよね。そうです。ですよ、24日から24日からやっていて、はい、今度の28日、はい、まだの方ぜひお越しいただきたいなというふうに思うわけなんですけども、はい、これでも朝さん、これ、タイトル、これね、写真集もそうなんですけども、はい、コンマ2秒というタイトル、はい、そうですね、行っておりますけれども、はい、これなんでコンマ2秒という、なんていうかな、うん、うーん、長くなるんで活躍をするとで、僕結構長くなる、うん、あの癖があって、あ、まあまあね、高間さんほどじゃないですか、うん、まあね、高間さんほどじゃないけど結構話し始めちゃうと止まらなくなっちゃうので、うん、後々怖いので、はい、かいつまんで言うと、あの、まあよくサーキットでいろんな人と話してるときに、はい、タイムがどれだけどうだったっていう話をするときに、うん、コンマ2っていう、コンマ2秒っていう数字がね、はいはい、予選にしても決勝にしても、足りなかったとか、コンマ2秒早かったから良かったとか、うん、そういう話をよく聞いていたので、うん、だからまあそのサーキットでいろんなあの表現をするときに、コンマ2ってすごく大切なワードとして、うん、かっこいいし、なんとなく、なんとなくかっこいい、はい、いいかなと思って、うん、そうしてみました。でもあのね、あのいろんなところにね、そのなんでこのコンマ2っていうのを選んだのかって書いていらっしゃいますけれども、うん、はい、まあコンマ2って本当に短い時間ですよね。本当に短いですよね。めちゃくちゃ短い。僕らが普段生きてたら 0.2 秒ってこう止められないですよね、ストップウォッチ。止められないと思いますよね。でもちょっとさっき伺ってたら、その、はい、カメラで 0.2 秒ってものすごい長いっていう話がありますね。そうそうそう、まあまあシャッタースピードで言うと4分の1秒に近いんですけど、うん、4分の1秒って手持ちで、まあ、手ブレ補正なしで撮ろうとした時には、うん、もうね、僕は止められないという自信があるんです自信がね、自信がある、はいはい、あるぐらいとっても長い時間なわけですよ、うん。でもレースの世界でコンマ2って言ったら、まあ下手したら予選で、ね、予選で5台ぐらいボンボンボンって入ることもあるじゃないですか。ありますあります。っていうことは、あの、ね、5キロ6キロ7キロのサーキットを走ってですよ、はい、それでその、 あの中に入っちゃうっていうぐらい、ね、下手したら本当に順位が2番手3番手変わるぐらいの時間軸でもあるわけじゃないですか、はい、うん、だからそういう尊い、なんかこう尊くてこう、うん、すごく貴重な時間、うん、っていう意味で 0.2 秒っていうコンマ2秒、なるほど、ね、いいかなと思って。なるほど、はい、はい、ということで、まあ時間という意味で言うと、いつも我々のこのモータースポーツキャスト1時間半ぐらい長くお届けしてるんですけど、今日は45分ということで、一度やるんで、はい、いろんなこと喋らないといけないって、どんどん行きたいなというふうに思いますし、はい、あの皆さんね、何かこう朝さんに、これちょっと聞きたいとかあれば、こうコメント欄の方に、あ、チャットのね欄の方にぜひ
書いていただいて、そしたらあのな多分何でも答えてくれると思いますので。本当ですか？え？答えないですか？答えることはい、ぜひねお寄せいただきたいというふうに思いますけれども、はい、でも麻生さんいろんなもん撮られてるじゃないですか。それこそ自転車も撮ったりとか、あのいろんなもの撮って、で、はい、一番最初はあの二輪のレースだったと思いますけれども、ね、はい、これなんで F1 なんですか？その今からもうだって乗っ取り始めてもう30年ぐらいなんですか？ F1 は32シーズン目32シーズン目ですか、はい、これなんですか？ F1 の魅力ってあるわけですか？やっぱりいや最初は僕そう二輪で、うんうん、ワールドグランプリって言ってヨーロッパの、はい、まあ、今でいう元GP、MotoGP ね、はい、その前、はい、まあ、ツーサイクルをね、うん、500cc、250cc、125cc、はい、50cc っていうのもあったんですよ。サイドカー 50cc、80cc、サイドカーっていうのもあって、はい、僕が行ってた頃って、はい、だから本当にたくさんカテゴリーがあったんですけど、うん、その話しちゃうと本当終わらなくなるけどいいですか？いや、F1 の話にそうそ う, そうで、二輪のグランプリに行ってて、うん、っていうか二輪のグランプリを撮りたくて僕写真を始めたんです、うん、はい、っていうかその前にてっちゃんをやっていて、てっちゃんで写真が好きになって、てっちゃんが最初なんですか？そうですよ。で、オートバイが好きになって、オートバイのレースを撮りたくてカメラマンをやり始めたんですよ。だから僕のそのレースの写真の基礎っていうのは、オートバイのレースが基礎になっていて、うん、で、まあ、オートバイブームっていうのが昔あって、はいはいはい、それがドーンとあって、うん、それがあっという間にこうしぼんじゃって、うん、いろんな雑誌がなくなり仕事がなくなりっていう中で、どうしようかなって考えた時に、うん、その時まだ F1 は全盛期というか、セナももちろん、そかプロスト、ね、はい、マンセルさんとかピケさんもまだいた時代だし、中島さんも走ってたので、うん、F1 雑誌っていうだけで25誌ありましたよね。以上あったんですよね。めちゃくちゃありましたよね。本屋さんに F1 コーナーっていうのがあったんですから、信じられない、今からすれば信じられないな状況。今 F1 速報だけですよF1 雑誌という意味では。そうですよね。うん、うん、それが25倍仕事があったわけですよ。そうか、だから僕なんかその二輪を撮ってたカメラマンでも、あのまあ知り合いのカメラマンの方に、うん、あの紹介いただいて、うん、フットワーク出版っていうのがあったんですね。フットワークアローズっていうのがあったでしょ。アグリさん乗ってた。そうそう、はいはい、で、フットワーク出版っていうのがあって。フットワーク出版知らない。知らないですかで、そこで、あの F1 雑誌があったんですよ、うん、で、そこでパスを取ってもらって。なんていう F1 雑誌ですか？なんだっけ、なんだっけやめましょうよ。いや、そうですね、はいはい、ほとんどない僕からすると、はい、そういう、うん、そうで、そこで1年目パスを取ってもらって、はい、F1 にこうシュッと入っていくことができたのが91年、2年、うんうん、で、93年から GPX って雑誌で、はい、仕事をやらせてもらって。 GPX さん、三階堂さんですね。そうですね、はいはいはい、今は亡き三階堂、はい、よく、ま、ないのがいっぱいあるんですけど、ね、そうそう、はい、そうですね、はいはいはい、で、その二輪から F1 行った時にどうしようかなと思って、うん、まあ、二輪の時もそうだったんですけど、うん、誰かこうキーになるライダーを決めて、はい、その人を中心に写真を撮るっていうなこうスタイルだったので。あ、そうなんですか。だから全体を追うっていうか、そう追うんじゃなくて、うん、で、じゃあ F1 ほとんど何のこう予備知識もないまま、うん、F1 の行ってみて、どうしようかなってこう決めなきゃなと思って、うん、したらもうセナさんがそこにいて、かっこいいじゃないですか。そうですか、かっこいいですか。かっこいい、かっこいいし、雰囲気あるし、あるね、うん、どうも早いみたいだみたいな、どうも早いみたいな、最初はね最初は ね、うん、ね、この人は早い人だっていうのがあって、もちろん名前ぐらいは知ってましたけど、うん、リンの声から、はいはい、そしたらやっぱりこうあっという間にファンになっちゃって。そうなんですね、うん、で、こうセナさんを中心に撮ろうって決めて、うんうんうん、行ったらいつの間にかすごい面白くなっちゃって、うーん、で、現在に至ると。何が面白いですか？セナさんが、いや、F1 が、その、セナきっかけだったんですね。そう、セナさんきっかけですね、うん、で、今も面白いわけですよね。そうですね。これ何ですか？速さですか？音ですか？いや、やっぱりそこでいる人たちの、うん、こう、生き様っていうか、うん、表情というか、うんうん、ね、それを真剣な表情だったり涙する表情だったり、うん、
ね、悔しがる表情であったりすることを、うん、やっぱり写真というツールを使って収めて、それを、はい、あの皆さんにお見せする、うん、それまあそれも一部でしかないんだけど、もちろん F1 の中で、うんうん、だからそういうことを伝えられたらいいなって、それがまあ走ってても、うん、走ってる写真でもこう人の写真でもあの人物の写真、ドライバー、メカニックでも誰でもいいんですけど、そういうことを伝えられたらいいなっていう。なるほどね。まあプラスね、やっぱり日本人が勝つところを取りたいっていうのがあるじゃないですか、うん、はい、いやそれはお願いしますよ、そろそろね。いや本当僕30年やっててね、まあ僕表彰台取ったのって2回しかないんですよ、そのタックのタックの3位と、はい、タックっていうのは佐藤タックの3位ですよ。あ、そう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 、はい、あの上井選手の3位、はい、2回しかないんですよ。アグリさんは取れなかった。そうか、まだやってないですね。取れてないので、はい、うん、ね、2位、1位っていうのを取れてないので、うん、そろそろなんとかしてほしい。いや、今頑張ってる彼はどうですか、はい、いやいや、角田選手。まあ、これ後で聞こうと思ってたんですけど、その話になっちゃったらもう先にやっちゃおう。どうですか、角田、去年ね、1年ずっとかけて、まあ、2シーズン目だったわけですけど。そうですね、うん、ずっと取らせてもらってて、うん、初めて F1 乗った時も取らせてもらいましたし、うんうん、まあ、会えばちょこちょこと話できる環境にはあるんですけど、うん、そのどうなんでしょうね、やっぱ噛み合わないということと、うん、まあ、去年で言えばやっぱり車が、ね、ね、良くなかったということもプラスして、うんうん、やっぱり今年がね、だいぶ本人も多分思ってると思うし、うん、みんなそう思ってると思うんですけど、今年なんとか、うん、チームメイトに勝って、そうですね、はい、新しいチームメイト、なんかいろいろなんか訴訟問題とかでなんか大変みたいですけど、新しい人は、うん、いやそれでさ、うん、話はちょっと訴訟ってね、いろいろ出てるじゃないですか、出てます出てます、ね、はい、やっぱり彼ぐらいになっても、うん、そうやってお金を借りないと乗れなかったっていう事実がね、かなり前ね、かなり、え、でもさ19年だったかな、普通の時、うん、普通の最初の年ってこと、そう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 、お金がなかったんだよ ね、 そうね、だからそういうことに、うんうん、お金を借りないと乗れなかったんですって、はい、うん、まあみんなね、F2 でもすごいお金かかるっていう話は多方面から聞くし、うん、うん、ね、こう恵まれてる人はいいですよ、そのね、うん、あのストローさん一家みたいなね、はい、そういうお父さんがいればいいけど、はい、必ずしもそうじゃないわけじゃないですか、うん、まあ、それがちょっと最近のニュースの中で結構ショッキングな、まあそうですね、ね、だからでスポンサーっていうのも当然ねいたんでしょうけれども、うん、なんて言うんでしょうかね、あのそこにたどり着く、本当にちゃんとついてくれるってところまでたどり着くまでっていうのは自分でなんとかしなきゃいけない部分ってやっぱあるわけですよね、それは。あ、まあね、お金少なから、うん、お金少なから、うん、それがいつなのかっていうのは人によって全然違うと思いますけれども、うん、だからそういう意味ではね、あの本田さんがバックアップしてくれて、はい、ね、あの角田選手にしても、はい、あの拓磨選手にしてもね、うん、まあ、ちょんちょんとこう、うん、うまくいけたタイプではあると思うんですけど、うん、そうじゃない人もたくさんいるんだなっていう。でも結局ね、拓磨選手だってその本田さんのサポートもちろんありますけれども、うん、今インディに乗る上ではいろんなスポンサーさんがパーソナルでいらっしゃるから乗れてるところもあるわけじゃないですか、うんうんうん、だからなんていうんですかね、まあ、非常に難しい世界ではあると思うんですけれども、うん、ね、もっとお金回りが良くなればいいやっていう話でもないような気もします。どう、難しいところですけどね、そこはね、まあね、やっぱお金が絡んでくるスポーツだから、うん、それでこう乗れる乗れないが決まるところも少なからずあるわけじゃないですか、ありますね、ね、川上選手の最後の方だってそうじゃないですか、うんうん、まあしょうがないですね、しょうがないことなんですけど、うんうん、っていうちょっといろいろ考えさせられる、まあ確かにね、改めてね、うん、確かにそうですね、そういうニュースでしたね、はい、そうですね、はい、でもあの角田選手戻ると、これ今ね、あのこれ映るのかな、映りつせるのかな、あのちょうどこれポストカード、はい、そうですね、売ってるわけですけれども、はいはい、この表情ってあんまりあの角田選手あんまり見ないなと思って、これいいなと思ったんですけどいや、いいなと思って出したんですね、これいいですよね、まあ多分ちょっと、うん、あの彼なりに僕を見つけてくれて、はい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 、あのちょっとおふざけしてくれた瞬間を撮った写真なんです。そんなことしてくれるんですね、うん、
いや、そうですよ。ね、はい、うん。そういうキャラですよ。まあ確かにね。結構変顔でこっち来る時もあるし。あ、僕変顔見たことないですね。あ、そうですか、うん、今度どっかで出しますかね。そうですか、はい。あの、愛されキャラですよね。そうですね。うん。うん、で、なんかこうね、あの、1年ぶりにこの前、日本グランプリの全国で会いましたけど、うん、なんかすごくなんて言うんですか、あの、気を使えるようになったって言ったらあれですけれども、うん、なんか、あ、なんか変わったなと僕思ったんですけど、どうです？いやいや、やっぱりああいうこういう厳しい世界でね、うん、1年目、2年目ってなれば、うん、やっぱり成長しますよ。うん、あ、そうですか。はい、うん。だからあとはね、その自分の気持ちをどこまでこうコントロールして、うん、ね、うん、車をコントロールする方に、もうちょっと、キュッと自分の、うん、ね、その能力を振り分けてもらえれば、ポンといくんじゃないかなって。外から見てるとそう思いますけどね、乗ってる本人はどういうふうに今思ってるかわかんないですけど、言ってほしいですけどね。まあね、デフリーさんも結構早いですからね。まあそれは結構っていうか、まあだってワールドチャンピオンですから、一応フォーミュラー E の、はい、一応って言ったらちゃんとワールドチャンピオンですから、はいはい、これは早い。だから逆に彼に勝てば評価ちゃんとされるわけじゃないですか、はい、そうですね、ね、はい、頑張ってほしいです。でも片やルーキーに負けるわけにはいかないというところも、ね、ありますから、はい、頑張ってほしいなというふうに思いますけど、はい、まあ、あのこう話をしている間にいろいろ、なんて言うんでしょう、ご質問などなどをいただきましたけれども、うん、もう MotoGP 取らないのっていう今来て、あれが来てますけれども、あのね、どうする？ここにあの、まあ、会場にいていろんな方にお話しするじゃないですか、はいはい、まあ、そういう中でも、うん、ね、僕のその最後、うん、モータースポーツのカメラマンとしての最後は、うん、やっぱりちょっと MotoGP を1年回って終われればいいなっていう、もう夢ですよ、夢。それが可能かどうかなんて全くわからないですけど、うん、でもそういうふうに終わりたい、終われればすごくハッピーだなっていう、原点に戻るみたいな形、赤ちゃん帰りして、赤ちゃん帰りして終わるみたいな。でも今でもあの、うん、MotoGP テレビで時々見ますけど、うん、面白いですもんね。面白いです。F1 がつまらないという意味じゃなくて、F1 も面白いし、F2 も面白いし、もちろんそうです、うん。またちょっと違う面白さですね。違う面白さよ。本当誰が勝つかわからない、抜いて抜かれて、ね、最終ラップの最終コーナーまで本当わからないっていうところから、うん、そんだけ見ればやっぱりレースらしいレースじゃないですか。だし、あの素人、すっごい素人意見言っちゃいますけど、あんなに倒してこけないのってやっぱ何回見てもやっぱ思うわけですよ。そうね、思いません？いや、松本さんだったら乗ってるからはあれなるかもしれないですけど、松本さんってまっちゃん、まっちゃん、まあそこまで倒せないか彼は。いやそっか、あの絶対もういいか、多くは語らず。あ、そうか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 。で、うん、であと元てっちゃんっていうのはいいですねっていうのがありましたけど、何撮ってたんですか？新幹線僕、いやいや、僕が一番好きだったのは、うん、あの DF50 っていう、 DF50 またあれです、渋いとこ来ましたね、はい、あの電気式のディーゼル機関車です、ね、うん、はいはいはい、かっこ悪いんですよ、かっこ悪いけどね、うん、いい音するんだあれがまた、あ、ガン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 っていう、あれか、あの伊勢鉄、伊勢何線だ、紀勢線、ね、紀勢線走ってたのか、うん、そうですね、走ってたんです。だから亀山機関区によく行ってました、自転車に。そうですか、はい、あと黒潮のね、キハ81っていう、キハ81、あのブロックね、ブッサイクな、それもそこしか最後走ってなかったので、あ、そうか、それをこう自転車で学校終わって取りに行って、いいなぁ、なんかそれはそれでいいなぁ、そういうことやってました。あ、なるほど、はい、すみません、ちょっと鉄話になりましたけど、あと 0.このコンバニーのこの写真集、ネットで買えないんですか？買えないんですよ、これは買えないんだ、会場に来ていただかないと。そうなんだ。会場で、受注生産なんです、うん、でここで申し込み書を書いてもらって、そうかっていう、あのここに来てもらって見ていただければ高いんですけど、うん、はい、高い、うん、理由が分かっていただけると。そうですか、はい、お値段的には光沢で28,000円、マットで32,000円というすごい高い、おおっと思ってる方、はい、いっぱいいると思うんですけど、はい、僕もおおと思いました。おおと思った。おお高いな、これはそんなにたくさんの方は、うん、って思ってたんですけど、うん、結構もう
すごくたくさんの方に今買っていただいてて、そうですか、嬉しい、嬉しいです、なるほどね、本当に嬉しいです。ぜひ、門前仲町来ていただいて、はい、お買い求めをいただきたいと思いますし、他にもね、はい、これまでの写真集とかカレンダーも売ってますし、はい、あとはポストカード、はい、ありますので、チャンピオンとの2021-22、それから車アクションですね、アクション、そしてポートレートと4種類ございますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、そして、これもね、後で聞こうと思ったんですけど、現地取材去年1年やって、はい、物価高、高いですね、物価高、高い、大変だったんじゃないですかというようなお話ありますけれども、うん、どうですか。半端ないですよ。半端ないですか。はい、もう危機です。あ、そうですか。はい、あ、本当にもうヨーロッパまでのエコノミーのチケットでもね、うん、3倍弱とか3倍強してるので、昔の、まあだから、まあ正直な話、去年の前半ぐらいまでのチケットだったら、エコノミーでフランクフルト往復で、はい、まあ、14-15万で行けてたのが、前半までそのぐらいだったんですか。そうですよ。で、それがボーンと上がって、今はね、30万、40万の、いっぱいあるので、それはもうね、それはどう考えても厳しいですね。それは厳しいっすね。はい、モータースポーツ .com さんで、ね、記事を頑張ります。本当ですか。頑張りますし、皆さんこれ買ってあげてください。皆さんでなんかね、支えて、朝さんに現場行ってくれというような思いを伝えていただきたいな。いや、だからもう、うん、もう前線行くのは諦めてます、うん、まだ最終的に決めてないですけど、うん、だから写真に撮りやすいところとか、うん、あまりにも高いところっていうのをちょっと削って、うん、なるべくたくさんのグランプリ行きたいなと思ってるんですけど、なるほどね、はい、そんな状況です、ね、うん、なるほどね、はい、あと、モータースポーツ以外で見て楽しい、撮ってみたい競技ってありますかと。競技、スポーツってことですね。スポーツってことでしょうね、はい、あ、今日、先日伺わせていただきましたっていう方ですね。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。川崎さん、はい、はい、どうでしょうね、スポーツ全般だったら何でも撮ってみたいですよね。なんか撮ったことあるものってあるんでしょう。いや、撮ったものは僕ね、ずっとエンジンのついたものを、まあ自転車の、自転車はね、はい、自転車は、うん、まあ競技っていうかね、あれはカタログで、はいはいはい、デローザさんっていう、はい、イタリアのメーカーのずっとやらせてもらった、ね、すごいんですよ、鉄だから、あの SL に乗っけちゃうんですからね。乗っけてないか、乗っけてないで、SL の前で、うん、そうそう、で、デローザのハートのマークのヘッドマーク作ってもらって、つけて走ってもらって撮った。あれ、しびれますね、いいな。モーカー鉄道優しいんですよ。そう、モーカー鉄道さん、そうかそうか、大好きです。あ、なるほどね、はい、C12 ね、 C12、 そう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 、はい、66番、はい、よし、はい、まあ有名ですからね、はい、でも撮ってみたい競技ってのは他にありますか。いや、うん、いや、だからそれこそやっぱりね、モータースポーツってヘルメットかぶっちゃうので、はい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 、人の表情ってなかなかね、かぶる前とかぶった後と撮るしかないんですけど、うんうんうん、ね、他の競技って、まあ、顔が見えてるから羨ましいっていうか、はい、うん、ね、それは自転車にしてもヘルメットかぶってるけど、なんとなく顔の表情はね、わかるじゃないですか。まあサングラスしたりしていますけど、うん、まあ、でも実際はなかなか難しいかなって感じはしますけどね。そういうフィールドに入ってね、トップレベルのものを取るって難しいと思うので、まあまあそうですね、パスの面とかね、F1 のパスも難しいように、うん、野球のこうミートの瞬間とか面白そうですけどね、表情っていう意味ではね、まあ、そうね、そういうの面白そうですよね。ですよね、うん、まあ、なんか撮れたらいいなと思いますけど、はいはい、で、あと昨日お邪魔させていただきましたという初之助さんという方から今コメントいただいてますけれども、はいはい、昨シーズンで一番印象に残っているシーン、写真はありますかというような、今ご質問いただいたんですけども、せっかくだから見せていただこうかなと思うんですけど、あ、行きますか、いいですか、はいはい、ちょっとじゃあ移動してみましょう。このモータースポーツキャストでは初のこう移動という試みなんでございますが、うまくいくかな、こぼってるかな、はい、去年、はい、聞こえてますか皆さん、はい、やっぱりアメリカグランプリの、うん、コンストラクターズチャンピオン、はい、
獲得、やっぱりホンダの人たちにとってみて、うん、その本当のチャンピオンというのは、はい、まあ2021年にフェルスタッペン選手があのチャンピオン取りましたよね、うん、最終戦でね、はい、うん、劇的なレースで、それはそれは我々でもうみんな涙涙の、うん、感じでしたけど、はい、それはそれで感動したんですけど、うん、でもホンダの人たちの本当のチャンピオンという意味ではやっぱりコンストラクターズ、うん、はい、だってみんな言ってたんですね、去年、おととしね、おととしね、うん、だからそれを要するに去年取りたいっていう話をみんなしてて、うんうん、やっぱそのね、ちょっと腰折っちゃうかもしれないですけど、ホンダ撤退してるけどやっぱり現場の方々は、まあ、サポートも行ってらっしゃいましたけどね、うんうん、やっぱり取りたいっていう気持ちはひしひしと伝わってきた。それはもう本橋さんもそう言ってたし、うん、本橋さん以下皆さんそう言ってました、うん、これその写真ですか。そうですね、でこれが、アメリカグランプリで、うん、トップでチェッカーを受けて、うん、でバルクエルメでガッツポーズをして、うん、その後いい写真ですね、それも。はい、でここにね、マルコさんがいる、ね、でこういい写真、シーンじゃないですか。いいシーン、えーってやって、うん、言ってたらマルコさんがこう前を来るんですよ。邪魔だよって、もうちょっと向こうに行ってくれればいいんですけど、うん、ちょうどいいところでマルコさんがボワーッと入ってきてないんですけど、うん、で、その後、まあホンダの方々に頼んで、はい、集合写真を撮らせてもらった。これが去年で言えば僕の一番、もちろん日本グランプリで、うん、ね、うん、寒い中皆さん頑張って観戦した日本グランプリ、うん、でそのドライバーチャンピオンが決まってフルスタッペン選手の胴上げを取ったっていうのも、はい、もちろん忘れられないシーンですけど、うん、でもやっぱりホンダの人たちの願いからすればアメリカグランプリで取れた、なるほどね、ストラクターズ取れた、チャンピオン取れた30年ぶりっていう、うん、彼らの晴れ晴れとしたこう笑顔を見れたっていうのが一番。そうか、はい、だから、だからも厚田さんが F1 ちゃんと回り始めて91年以来ってことですよね。そうですよ、本当にそうです。そう、91年でチャンピオン取って、うん、そうで、ようやく30年ぶりに30年ぶりってすごいよね。すごいですね。いやでも圧倒的に強かったですからね、本当に去年は、うん、強かった、うん、でその強い理由の、ね、いろんな理由がもちろんドライバーがいいっていうのもあるし、はい、ね、車がいいっていうのもあるんだけど、はい、もちろんホンダっていうって言わないの、なんていうの、レッドブルパートナーシップ、まあまあいいですよ、ホンダでいいですよ。そう、はい、ホンダね、サクラで作った、うん、メイドインジャパンの、 PU が、はい、チャンピオンになったと、うん、それを作ってくれた人たちなんで、うんうん、やっぱりそれはね、一緒に共有したかったっていう、そういう時間を共有できて、うん、僕は嬉しかったですね。あ、やっぱそれってその、なんていうんですか、こういう人たちを取るのが嬉しいのか、それともやっぱその、やっぱり日本人だから日本のエンジンが勝つ、日本パイロットが勝つっていうのが嬉しい。これって安田君的にはどんな感じですか？あのね、やっぱり外国行けば行くほど自分がこう日本人だっていうのを感じるし、だからやっぱりね、F1 ってヨーロッパの文化ですよね。なんでどっちかというとやっぱり僕ら日本人は、日本人、アジア人はどっちかというと外様を感じるわけですよ。いろんなところでちょこっとずつでも聞いても、やっぱり大なり小なりそれはある、残念ながら。だからこそホンダの、うん、日本のメーカーのホンダっていうものが世界のトップで、一番になるっていうことはどうだ、うん、どうだと見たかと、見たかと、日本だぞ、うん、ホンダだぞっていう、それを僕は言えないので頑張っていただいて、それを見せつけて、はいはい、ね、うん、メルセデスに勝つ、ね、ルノーに勝つという、フェラーリに勝つことの大変さ、どんだけ大変なことかっていうのを、まあ、この第4期が始まって、うん、ホンダが見せてくれたわけで、ある意味、まあまあ、そうどん底のところから、はいはいはい、あのホンダがやればよくここまで来たなって感じです、うん、
あのホンダがやればマクラーレンと一緒になってホンダがやればちょんちょんと行くんじゃないっていうのが、うん、多分ファンの方も多分アロンソも選手も持ってたと思うんですよ、うん、マクラーレンにしても、うん、ホンダとやればまあいいとこ、まあ、そこそこ行くんじゃないと思ったのが、うん、そのとんでもないところから、はいはい、おいおいっていうところから始まって徐々に徐々にすごく細かいところの積み重ねがあって、うん、もちろんサクラの人たちみんなミルトンキーズの人たちもそうだしそのホンダだけじゃなくてホンダの部品を収めてるサプライヤーのすごくたくさんのサプライヤーの人たちが、うん、あこの PU を完成させるんだ世界一にするんだっていう気持ちがようやく実ったわけじゃないですか、うん、その苦労たるや、まあねね、もう本当に底辺の底辺から始まっててっぺんまでようやく来たそのっていうこの笑顔を、うんうん撮れてこう皆さん見ていただけるっていうのがなるほど、ね、もうまあ長かったですけどでも良かったなっていう本当良かったなっていうそういう安堵の気持ちと、うんそれを語ってるこの本橋さんの話をこうね、うん、この後横で聞くとね、うん、だー涙が出てきて涙が出てきて結構僕泣きやすいあ、そうでしょっけこんな顔してるんですけど結構ね、はい、涙もろいんですあ、そうです、はい、すぐ泣いちゃうんです なるほどね、はい、でもこれ日の丸はプロアスファルトこれがね、うん、たまたまこれあのファンの人がいて日本から来たこうやって持ってたんで、はい、すいません貸してくださいって尾張さんが気がついて、はいで、ここに持ってきてファンの人って、あれか、もう表彰、あのベースサイド入れたからってことですねそうそう、あなるほどねちょっと映ってますけど、そのお客さんが入ってたんですねちゃんと返しました返しましたそうですか返しました、返しましたいや、これ持ってる人はじゃあ結構お宝ですね、じゃあねそうですね、本当にありがたかったですねですねここに日本の肌あったらよかったのにねって言ってたら、お、変わったのってなるほどね偶然でした、ね、奇跡でしたあとそして今年のその今年は去年ですね、はい、あの印象に残った一枚っていうと、はい、この写真っていうねお話もちょっとありましたね、そうなんですよそのアメリカグランプリの続きで、うんうん、この写真はバルクエルメに3台戻ってくるじゃないですか、はい、で、その3人のインタビューがバルクエルメの前で始まる時に、うんうん要するにインタビューされてない2人はそのついたての後ろで、はいまあ、ぼーっとしてるわけですよ休んでるわけですね、うん、で水分補給とかしながら、だからこれは、このフェルスタッペン選手の表情は、どういう表情かっていうと、うんまあ、コンストラクターズをやっと取れて、うんチームにも恩返しできて、うんそれを勝利してできたっていう、うん、でもものすごく暑かったんですよね、うん、グランプリねだから水分補給しながら、うん、まあなんていうの安堵の表情というか、うん、やりきった表情というかなかなかその普段ガレージの中とか、うん、記者会見とか、ね、インタビューの最中はこんな表情しないと思うんですけどそう、ね、汗ちょっと感じつつ、うんなんか目的にグッとくるようなシーンだったんで、うん、この写真を大きくしてみたっていうのと、うんやっぱりこの回これをこ の, あの写真展を始めてみんないいなんて言ってくれるこの上のベッテル選手の最終アブダビで今からマシンに乗り込むところの写真なんですけどやっぱり予想以上にこうベッテル選手のファンがね多い多いあそうですかでこの写真を見ながら泣いてる人もいるぐらいあここで、びっくりですよ、はい、本当にそんなにやっぱりみんなベッテル選手のこと大好きなんだなっていうねあ、はい、っていう感じがしますねやっぱり、うん、あのね写真で、まあ、写真展やるとすごく思うんですけど、うんうん、やっぱり皆さんこうスマホとかね、はい、大きくてパソ自分たちのパソコンの画面で見る写真、まあ、マックスこれぐらいじゃないですか、うんはい、だからそれをやっぱりこれぐらい大きくして見ると写真 の, その説得力っていうか、うん本当 の, なんていうの力みたいなものを感じてもらえると思うので、うん、もしそういう面も含めてやっぱりギャラリーで、うん
こうきちんと、ディスプレイしたものをきちんとした光で、見ていただけるギャラリーというところにで写真を見ていただくっていうことを、うん、していただきたいなって思います。そうすると写真がちょっとまた面白く見ていただけるんじゃないかなっていう気がすごくします。なるほどね、はい、まあね、もちろんあの朝さんのねこの写真展も当然そうですし、うん、まあ日本中でいろんな写真展やってるわけですよね、うん、あの今撮ってる人の友達もなんか今写真展やってるって話ですから、うん、あのでそういうところにぜひ足運んでいただいて、ちゃんとプリントされたものを、そうですね、はい、まあ色にしてもコントラストにしても、うんうん、やっぱりこういう色で見せたいって、やっぱりモニターで見るってやっぱりそのね、iPhone で見るのとうちのパソコンで見るのと色は違うし、うん、明るさも違えば、みんな点でバラバラじゃないですか、うん、でも一見綺麗に見えるからそれでまあ納得はしているのかもしれないけれども、うんうん、でもやっぱりこうまあ今回で言えば作者が僕で、はい、こういう色に出したい、このコントラストでいきたい、この色でこの写真を表現したいんだっていう、うん、要するに固定した反射言語で見てもらうって、うん、もちろん雑誌でもいいんですけど、はい、やっぱり雑誌って見開きになってもこれぐらいの大きさでしかできないので、やっぱりこの大きさで見ていただきたいなってすごく切に思います。なるほどね、はい、でも逆じゃないのかもしれないですけれども、その皆さんもね、その iPhone で撮られたり、自分で一眼レフをお持ちの方も同時に撮られたりすると思いますけれども、まあ、子供さんの写真なのか、自分が好きなものなのか分かりませんけれども、そういうものを気に入ったものがあったら、ぜひプリントを大きくして、やってみてほしいってことですかね。そうなんですよ。写真の最終的なやっぱり一番の見せ方、うん、っていうのはやっぱりプリントだと思いますね。そうですか。はい、うん、プリントですよ。うん、やっぱりプリントになって初めてそれが固定されるというか、うん、イメージが固定される、うん、でそれを例えばさっきご紹介いただいたフォトブックにして撮っとくっていうこと、綺麗な自分の色として保存するっていうこと、データはねいつなくなってしまうかもわからないし、まあまあまあそうですね、ひょっとしたら次つないでみたらあれ壊れてたって言ったら全部そのままパーになっちゃうっていう危ういものでもあるので、うん、やっぱり、写真はやっぱりプリントとして気に入ったものだけでもいいので、うん、なるほどね、はい、あのパネルの販売はしないんですかっていうコメントがついてますけども、パネルは難しいですね。難しいですか、結構高くなっちゃうので。あ、そうですか、はい、値段も高くなっちゃうので、なかなか難しいです。あ、でもまあそれだけ予算ありますよっていう方は応募できるのかな、ね。基本的にほら、版権とか、版権とかね、権利的にね、はい、その写真っていい、そうそう、悪いってあるんですよね、はい、まあ個人的にということであれば、うん、っていうところもあるんですけど、ね、うん、なかなか皆さん、それでご案内すると結構おっつってそこで話が終わってしまうぐらい高いことになっちゃうんで。あ、そうですか、はい、ぜひフォトブックとかそうですね、そういうものでぜひ買っていただきたいなと思います。はい、はい、あとね、いろいろ、まあ、今こちら側 の、 壁には、去年の写真が、去年2021年か、はい、はいはい、これ、ゆうやさんのノートとかもいいですよね、これね、ね、何年使ってるのかって感じしますけどね。でも、ゆうやさんぐらいですからね、こうノート持って歩いてるロンポロでもここでずっと持ってたんでしょうね、もうハゲちゃってて。そう、何年それ使ってるんだって。見てもそんなにノートって何でも使うものなのかなとかいろいろ感じちゃいますけどもね。ね。とかあとこれメルセデス・ポルティエですね、モナコの、はいはい。これも綺麗ですよね。よくもうね、さっきも見せていただきましたけど、よくこういう光で考えられたなってなんかもうすごいなと思っちゃいました。いやいやいや、思いつきですよ。ここを撮ってみたらどうだろうって。で思いつきで撮ってみたらメルセデスだけノーズが空の。空を向けて明るくなったっていう写真ですね。うん、なるほどね。こういう写真がありますけど、でこっちに行くと少し前の、はい、そのシューマッハから、うん、こっちの壁面は、はい、3年前にその品川でやった、なるほど、写真展の再構成、はい、で飾らせてもらってます。はい。はい、で今コメントもね書いていただいたんですけど、この雨のこのマクラーレン、はい、はい、これ
そうなんですか。はい。これがやっぱり印象的でしたよっていうコメントも、まあ、ご覧に来ていただいた方でしょうね。直人さんという方から、はい、コメントでいただいてますけれども、これまですごい写真ですよね。これはね、話し出すとまた泣いちゃうといけないですけど。泣いちゃう。喋っていいですか。いいいい。あのね、これはこの場所は、1993年ですね。はい。その前の年にマクラーレンがホンダエンジンを失って、うん、フォードの HB エンジンでしたっけ、うんうん、V8 そうです、を乗せて、はい、走った車ですよね、うんうん、でもこの年は残念ながらというか、うん、ウィリアムズ・ルノーが、はい、デーモン・ヒル選手と、はい、アラン・プロスト選手が乗って、はい、うん、ぶっちぎりで速かったんですよ ね、 でしたね。それこそコンマ2秒どころじゃなくて予選で2秒離れちゃうから、ね、そうそうそう、全く相手にならないっていうような、そういう感じで言えば今の F1 ってすごく、いや、そうですね、トップグループも、はい、そのセカンドグループも、はい、でまだこの土地に比べれば全くギュッとしてて、ね、だから今で言う例えばそのレッドブルとスーパーフォーミュラの違いぐらい多分差があったんじゃないですか当時って。結構近いですね。その2台とこのセナさん、セナ、まあ、セナはもうちょっとあるからな、もうちょっと、でもそのぐらい全体で見ると差が大きかったような気がするんですよね。その回一番下とかね、ミナルディとかの辺とそう、ね、そう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 、それはあったかもしれないですね。逆にスーパーフォーミュラの下も速かったですね。なんかそういうとしか言わないのかな。F3000 とか14年とかそんな感じだったんじゃないですかね。なるほど、ね、下のボールと、はい、うん、というぐらい差があったシーズンなんですよ、はいはい、だから、このブラジルグランプリでももちろんお客さんはセナを応援しに来てるわけですよね、はい、でも普通に考えたら勝てるわけないような、うん、全く勝てる気配すらないぐらいのタイム差があった、はい、ところがで、みんな要するにドライでスリックタイヤでスタートして、うん、スタートから多分10分15分ぐらいしたら黒い雲がバーッと来て、うん、突然の大雨だったんです、はい、突然、うん、で、もうその当時の、アグリさんと右京さんがこのインテグラルラグスのストレートでハイドロプレーニングパソンのクラッシュで多分止まってでという状況で、いつレインタイヤにするかっていうのが結構勝負になった、結局勝負になったんですけど、うん、でこのシーンになる前にプロスト選手が僕のすぐ前、これ、インテルラゴスの1コーナーのアウトカーに僕はいるんですけど、これ1コーナーなんですね。1コーナーです。アウトカーにいるんですけど、うん、そこにもう真横にプロスト選手がスピンして、はい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 、はい、ダーンと止まって、そうすると、まあ、もう僕のこの背後にはお客さんがいるわけですよね。で、もうお客さんはそれ見て大喝采。この辺にいるんですね。もうこの後ろのこっちの、あ、左側、お客さんはね、左側、はいはい、プロストさんはもうこっちの、ここ辺にいるわけですね、まあ、で、すで、それで湧いてるわけですね、うん、そうすると、我らが、ヒーロー、セナさんがトップに、うん、まあ、その前の週に早くレインタイヤに帰ってたので、うん、ちょっと間を空いて、うん、来るわけですよ、うん、でも僕が大雨で600当時に600ミリレンズ、はい、でその、セナさんが来る方向を見ると真っ白で全く見えない、何にも、もう雨の雨でね、うん、真っ白で何にも見えない。でもインテルラゴスって要するにこの僕のいる1コーナーからアウト側からずっと長い長いスタンドが要するに最終コーナーの立ち上がりぐらいから始まってずっとあるんですよ、こう角度の急なね、はいはい、だからもともと雨が降ってなくても見えないんですよ、上がってくるところは。でも遠くからすごい地鳴りのような声援が聞こえるわけですよ、真っ白い中で、で誰も車が来ない。要するになんでかっていうと、みんなそのレインタイヤに交換するためピットインしてるから、もうこう車が走ってこないわけですよ、はい、
で、そういう中、真っ白い中、こう、誰かが来るのを待ってて、でも、すごい声援が、遠くの方から、うわーっていう声が、どん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 近づいてくる。近づいてきて、真っ白い中から、わ、これはきっとセナに違いないって、なんとなく、思ってた。思って、こっちはドキドキしながら、ね、この白い中から出てくるに違いないって。で、ファイナー覗いて見てると、この、白と赤のその、車が真っ白い中からふわっとこう本当にふわっと出てくる出てきてで1コーナーに向かってシフトダウンしていくわけですよね、うんうんうん、で当然今の PU とは違ってちゃんと音がするレーシングマシーンなのにですよそのお客さんの声援地鳴りのような声援で全くエンジン音なんて聞こえない、聞こえないぐらいのもう雰囲気の中、ひたすらシャッターを切るっていう、瞬間だったんですよ。だからもう寒いとかじゃなくて、うん、もうその雰囲気が、うん、感動しちゃったよ、それ。もう全身こう鳥肌、で、もう本当にね、僕の横を通過して、その今でいう S 路線を下っていくんですけど、全くその地鳴りのようなその声援で音が聞こえないぐらいの中でシャッターを切れたっていうその時の雰囲気がこの写真がいいとかあれとかいうことじゃなくてそういう中でシャッターを切れセナ選手のこの写真を撮れたっていうのは僕の宝物大きな宝物の一枚ね、だって当時って、まあ、93年ですから、はい、カメラだってもちろん銀塩っていうかもちろん V ラーですよね、はい、V ラーコダクロームだと思いますねコダクロームが14ですねだしオートフォーカスだって今みたいにいいわけじゃ当然ないですよねいいすよだからねそういうイメージがあるじゃないですか、うん、自分の中でうわこれ撮れてたらよいいなっていう思いが、うん、要するに日本に帰るまで分かんないわけですよあそうか現像現像商品で上がってくるまでわからない怖いねそれも毎日ドキドキしてるし売ってたらすごい自分にとって忘れられるものもあるけど、はいはい、でもね当時のオートフォーカスは今のオートフォーカスと違って、うん、やっぱりちょっとなかなかこう制度的に厳しいものもあったので、うん、でああいうこういう雨の中でこうなかなか難しいシチュエーションなわけでコントラストが低くてねで光もどんどん変わっていくわけですよねそう、うん、でだからドキドキしながらそのライトテーブルでこうスリーブをこう一枚一枚見ていったときにもうピントがあったのが2枚ぐらいしかなかったそのうちの1枚なんですけど、はい、あ練習してるんですねもちろん練習してるんですよ、はいはい、それで僕が映ってたのがわーよかったと思ってとても嬉しいですねだからそれは今のデジタルカメラですぐ確認して拡大してピントまでチェックできるものとは違う喜びっていうの映ってはよかったっていうそういう喜びはやっぱりフィルムのあの時代のじゃないと味わえないっていうかなるほどねそれも含めてねその写真の楽しみっていうのすぐ確認できなくてなるほどその日本に着いたのがまあ火曜日とか水曜日になっちゃってたのかなちょっとブラジルからの帰りなんで時間かかったのでほんとドキドキしてそういう思い出の一枚ですね。でもやっぱりでもその今デジタルになって一枚一枚見れるオートフォーカスも良くなった、うん、ISO感度なんかも変えられちゃう。うん、そうね。そうなった方がやっぱり表現力はやっぱ上がりますか。そうでもないですか。写真の表現力。そう。だから単純にピントを合わせるとか、露出を適正にするとかっていうのは、もうめちゃくちゃ簡単になりましたね。あ、そうですか。それはもうカメラが、今のカメラものすごいので、オートフォーカスの性能はもう、頼り切っちゃって、全然大丈夫なレベルまで今来てるし、でも、そこの場所を選んで、そのレンズを、そこ適切なレンズをつけて、そこに、その被写体に対峙するという時間を、選ぶのは自分だから、はい、そこは関係ないわけです、うん、この時代も今も、うん
いい光を選んで自分の好きなレンズをつけて、そこで表現、どのシャッタースピードで表現するか、どの絞りで表現するか、どの ISO 感度でやるかっていうのは、その自分の感性を信じてそこに立つっていうことは変わりないので、はい、そういう面では一緒です。何も変わりないと思います。そうですか。ただピント合わせるとか、それは簡単になりました。圧倒的に。それはもう。例えば、どっか、なんか、ちょっと、どうだったかな。これが、このシルバーストーンの、はい、この写真で、ここに光が当たるわけじゃないですか。これ、メルセデスかな、メルセデス、ハミルトンですね。ハミルトンですよね。はい、こういうことは、当時のカメラじゃなかなかやれないんじゃないですか。どうですか。そんなこともない。まあ、それは、一緒だと思いますね。あ、そうですか。はい、一緒ですね。ただ、まあ、ボツボツになりますよね。はい、粒子だから。ね、もうデジタルになってつるんとして、はい、その、ね、当然今もう画素数もある程度いいところに行ってるので、はいはい、ね、ジャギーなんて出ないし、うん、そういう意味では、見た時の表現の仕方は変わるけれども、うん、表現したいと思うところを選ぶ気持ちっていうのは何も変わってないし、そこでシャッターを押さなければ映らないものなので、うんうん、それは同じですね。なるほどね、うん、はい、わかりました。ということで、もうね、45分過ぎちゃった。今45分過ぎちゃったんですか。50分も超えちゃったということで、まあ、そろそろお別れの時間から、今日ちょっと短めで申し訳ないですけどね、思いますけど、今年23年、どんな年になったらいいな、みたいな、なんかありますか、今。やっぱり、まあ、個人的にまた本当に練習をしてほしいなという気持ちはあります。はい、うんうんうん、でも、まあ、フェルスタッペン選手ばかり勝つというのは、はい、やっぱりドキドキしたいので、うん、メルセデスがね、あのまま終わらないのは当然だと思うし、絶対早くなる気がしますよね。そうですね。去年のあの車でね、勝てるところまで行ったわけだから、そうだから、まあ、今年どういう車になってくるのかっていうのも一つ大きな楽しみだし、はい、フェラーリにしてもね、反省点もだいぶあると思うので、ただちょっとチームの体制変わりましたからね、フェラーリはね。まあね、それをどこまでね、フレデリックさんがまとめられるのかっていう、そんな急にはなかなかね、うまくはいかないけど、でもドライバーもいいわけだし、うんうん、車も去年あんなに速かったわけだから、でも最終戦は本当タイヤマネジメントうまくできてたんで、速かったですから ね、うん、だからそういう面では、その三つどもえの6台によるその突破争いみたいなものが見れたらいいなって、そうなってほしいなと思うし、そうなるんじゃないかなって気もするし、そこにもう何台か加わってきてくれたら嬉しいなと思いますけどね、アルピーヌなのか、アストン・マーティンもかなり去年ね、速くなりましたから、そうですね、松崎さんもここに来てくれて、あ、そうですか、いろいろお話ししてってくれたんですけど、まあね、ベッテル選手に代わり、アロン選手が来てくれるわけだから、ある意味、ちょっと怖いところもあるのかもしれないけど、チームにとってみれば、うん、でも彼のね、そのタイヤマネジメントだったり、車の作り方だったりっていうのを、うまく、いい方に行けば、ギュッと行く方向ね、お金には困ってないわけです。ファクトリーも機能できますから ね、できたのか、うん、だからそういう意味では伸びしろはだいぶあると思うので、うん、楽しみですよね。そこにあとは角田がどれだけね、加わっていけるの、角田がいる、アルファタオリがどこまでいけるのか、そうですね、はい、そうです。車がいいことを祈りたいですね。本当ですね。もうあと1ヶ月ぐらいでね、もうテストが始まっちゃいますから。そうですね、はい、はい、まあ、どんな風になるのか、もう2週間後にはもう続々とマシンが発表されているというような、12月の十何日、14日ぐらいですか、もうちょっとあるか、3週間かな、うん、3週間ぐらい、うん、ですかね。で、その直後からもテストということになりますので、うん、ぜひ皆さん今年の F1 も楽しんでいただきたいなというふうに思います。本当ですね、はい、そして F1 を目指す岩瀬にも頑張ってほしい。チャンピオン取らないと。チャンピオン取らないといけないですね。チャンピオン取らないと。岩瀬さんは結構現場でも話をされたって聞きましたけど。すごいいっぱい喋りますね。そうですか。はい。はい、本当的確な答えを。そうですね。はい。レースよく分かってない僕なんかにでもすごく分かりやすく。はい。はい。
佐藤拓磨は2世かっていうぐらいの、まあまあ2世みたいなもんですけど、本当に、言葉の幅はすごく持ってるし、うん、そうですね、うん、まあ、皆さんインタビューされた方は、みんなこう、ああなるほどっていうような人柄もいいし、いいですね、はい、うん、でね、我々もインタビューを結構定期的にさせていただいてるんですけども、ああそうですか、話し方が速くなってってる気がするんですよ、僕は。ああそう、言葉がどん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 、なるほど、昔はもっとゆっくり喋ってた気がするんだけど、うん、だからなんかいろいろ、まあ、彼の中でもいろいろこう性格を変えるってところでも結構去年やったという話なんで、性格、そう、性格ってキャラクターを変えるっていう言い方を彼してましたけども、前はそのなんて言うんでしょう、一回考えてから動くみたいなところがあったようなんですけれども、うん、考える前に動くっていうことをやってたからモナコで2回ぶつかったって言ってましたけどああそうなんだ。でもその後ってやっぱ成績良くなっていってるんですよ、実際問題として、でそういうふうにおっしゃってて、昔だったら多分あそこ行けなかったんでしょうね、まあ、ここに沈んじゃいましたけど、予選では、木畑が、ね、うん、いいタイムを出したんですけど、それで後ろからの追い上げって抜けないじゃないですか、モナコはね。だけど唯一アタックしたのは岩瀬だったんじゃないですか、うん、で2レースにぶつかってるんですけど、なるほど、そうだね、うん、ヘアピンでぶつかったのと最終のラスカスでぶつかってると2回ドバラかな、ドバラかぶつかってますけど、うん、まあ、それがなんか成長の兆しだったのかなと思って、僕はね、去年いろいろ話してて、うん、今記憶に残っている一つに、結構鍛えたと、はい、腕、うん、まあ普通は結構重いので、うんうん、鍛えたと、うん、で鍛えすぎて、うん、タイムが落ちた。おお、そうできました。だから、はい、あんまり鍛えすぎちゃうとなんか反応速度が遅くなっちゃう。で筋力をわざと落として、はい、今度は、そうすると反応速度が戻ってきて、はい、その自分が思ってるようなそのドライビングができるようになったっていう。あ、そうですか。だから鍛えればいいっていうもんじゃないっていう。そういうことですね。僕らの場合は違うかもしれないけど、ね、僕らの場合は違うかもしれないけど、彼らレベルになるとそうだって言ってました、はい、じゃあちょっと次回のインタビューで終わりにそこもね、終わりだと思います、はい、ということで、来年岩さん、今年か岩さんにも、まあ、頑張ってもらって、そうですね、日本人2人も出たら面白いですね。たまらんですよ。どういうことになるんだろう。どういうことになる。アルファタオリが2台とも日本人、まあ、それもいいでしょうし、ホンダチームになるの、またスーパーグレーみたいな、スーパーグレーみたいに、いや、一人レッドブルに行くとかもいいじゃないですか。あ、同じチームじゃなくて、まあどっちでもいいですけどね。でもアルピーヌがさ、そのフランスのチームに乗るわけだから、そうそうそう、ね、ゼロじゃないですよ。それはホンダさんも頑張ってもらって、ホンダさん頑張ってくださいドリームチームを、はいそうですね、はい、それも楽しみだなというふうに思います、はい、ということで、今日もザスポーツキャスト15回目お届けをしてまいりました。あ、マイコーさん、日曜日ギャラリーに行きます、お待ちしております、楽しみですということなんで、28日まで、はい、門前仲町の M16 ギャラリー、はい、M16 でいいんですね、M16 という16、ごめんなさい、 M16 ギャラリーというところで、やっておりますので、はい、月曜日はお休みと、月曜日はお休みです、はい、それ以外はやってます、はい、で明日は僕ね、夕方6時ぐらいにならないとここに来れないので、あ、そうです、もし明日来られる方に僕のサインとか必要であれば6時頃まで残っていただけると嬉しいかなと、はいはい、なるほど、で日曜日はトークショーがあるので、そうかそうか、トークショーに当選された方は入れるんですけど、はい、それ以外の方は12時半から、12時半から、夜の7時まで、7時までオープンしますので、はい、ぜひ、一応連日11時から19時まで、19時までそうですね、はい、はい、ぜひまだお越しになってない方、いやもう来た方でもいいんです、もちろん、はい、今日だっていらっしゃってた方3回目なんじゃないか、嬉しいですよね、一番多いのは何回目なんだろうと思いますけれどもね、はい、ぜひお越しをいただきたいというふうに思います、はい、ます、はい、ということで今回モータースポーツキャスト15回目朝さんの写真展コマにお邪魔いたしました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、またやりますので、ぜひご覧ください、さよなら、はい、さよなら。